さあ、それからね、こちら行きましょうか。女性の方ですね。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。先日起きた我が家での出来事、はい、いつものように朝起きてリビングに行くと、何やらムーッと鼻をつくような嫌な匂いがしたんです。え、何の匂いだろう。ドアの前や戸棚の横、裏、いろいろ探してみるんですが、何にもありません。気のせいかなと思い、いつものように掃除していました。そしたら主人が起きてきて、なんかこの辺臭いぞというので、そう、これ何の匂いと思う？二人の頭の中に嫌な予感、匂いの元をたどるようにクンクン鼻を聞かせていくと、何やら茶色い滴が三つばかり匂いを放ってました。うん。これ何かこぼしたんやろうと思い、主人にティッシュ濡らして拭いてもらいました。なんかえらい臭いぞ、何こぼしたんやろうと、そんな時ふと上を見上げてみると、電気の配電盤で、配電盤の周りをそーっと見てみると、下の方に何やら茶色の色のついたものが線になり、うわー、絶対この配電盤の中に何かいるよ。配電盤はカバーが閉まってるし、中に何か入るはずがないと主人は言うんですけれども、でも絶対中にいる、これ開けてみて。俺は嫌だ、お前が嫌で、あんた男やろ、何のための男、いや俺は嫌、早くして、分かったと言いながら私は外へ脱出。配電盤のところに脚立を用意して、ビニール敷いて、その上に新聞紙敷いて、ゴム手袋にマスクをつけて、それで私は外に脱出しました。すると、うわーと言いながら主人が外に出てきたんです何やった、よくわからん、でもなんかボトッと音がして落ちた、え、ミラーやったと、お前がやれ、いやー男やろなんと落ちたものはドブネズミ、が配電盤の中で身動き取れなくって死んでいたんで、いい顔するねいい顔するねラジオでお伝えできないのかこれはすごいね、これはすごいね。今でもあの匂いが蘇り、食欲あんまりないです皆さん、配電盤もしくはそこに隙間がある場合は、早めに穴を塞いでおくことをお勧めいたします。へえ、そうですか。中に入り込んでね、あ、出られなくなったんでしょうね。そうなんでしょうね。で、死んでしまったんでしょうね。あ、でも旦那さん、ボトッと落ちたの見ずにね、早いですね、逃げ足がうわって叱った世界よ、本当に叱った世界ってなるほど、男だからね。そうですよ、そういうことですね、うん。